須崎神社、須崎神社、須崎神社、須の崎神社は、千葉県立山市須崎にある神社。式内社、大古ソロン社で、江戸時代に、安保国一の宮とされた。旧社格は、県社、三垂山中腹に鎮座する。祭神は次の一柱。祭神の表記には、文献により、以下のように移動がある。この相違が起こったのは、元来生死にある。 天根ひりと、命と記すべきものを、神明朝が誤って、刀を、のと記載したためだとする説がある。また、金丸蹴る遺体館、慶長2年、1597年に、安防軍須宮村行備山に鎮座する、すぐる神社は、後に、すぐう明神と称し、それを奥伝とし、二宮との玉う。また、須崎村、手洗い山に、須崎明神があり、 これを拝殿とし、一宮との玉うとあることから、須崎神社と、す宮神社は、須の神を祀る二社一体の神社で、須崎神社が、須の神を祀る一宮、す宮神社が、須の神を祀る二の宮とされたとする説がある。大道二年、八百七年の古号周囲によれば、神武天皇元年に、神武天皇の命を受けた、天府、命が肥沃な土地を求めて、 アワ国へ上陸し、そこを開拓した。その後、さらに肥沃な土地を求めて、アワインベ氏の一部を引き、暴走半島に上陸したとされている。法暦三年、1753年に成立した、須崎神社の社殿、須崎大名神有所旧記によれば、神武天皇の知性、天マネ命が、祖母神の天妃李の命が持っていた鏡を神体として、ビタラス山。 見たらし山に祀ったのが、須崎神社の始まりであるという。また、安房木部家系の図や、インベスクネ本慶帳には、天根不命十五代目の子孫である佐賀子の第二子、彩るが初めて素神雨の太玉の命の鏡を祀ったとの記述がある。安房木部家系の図や、インベスクネ本慶帳では、彩るの兄の第四子、かな万ンが、安房神社。 第22代士官として勝吉と改名し、勝浦崎、須崎に刈宮を作って、天根ひりと命を祀ったとしていい。このことから、彩るが初めて祀った祭場は、大和国で、かな万里が、勝浦崎、須崎に刈宮を作った、養老四年、720年7月が、須崎神社の創始とする説もある。須崎神社社殿によれば、養老元年、 717年大地編のため、境内の金が、池が埋まり、指定の金を守っていたオロチが災いしたので、縁のオズヌが7日7夜の祈祷を行い、病人のご神託によりオロチを退治して、最悪を除いたのだという。また、縁のオズヌが、海上安全のため浜鳥居前の海岸と横須賀の安房口神社にご神石を一つずつ置いたなど、須崎神社には、 主言道の回祖である縁のオズヌにまつわる伝承が多くある。これより、須崎神社が古くから、神仏集合思想や主言道の影響を強く受けていたことを物語っているとされる。暗報国天日里等、神は、たびたび六国史に登場し、深海の少女を受けている、口述。延長5年、927年の演技式神明朝では、暗報国暗報軍に、 更新天妃李の命神社代元名す神と記載され、天根妃李の命神社は大こそに、列格された。須崎神社はこの天妃李の命神社の論者の一つで、もう一つの論者である、鈴宮神社と、どちらが式内者であるか、江戸時代から争うようになる。永法元年、1081年深海が、最高位の小一位くらいに達した。また、後の公安四年、 1281年には、現行の役の功により、君に等に除せられている。自称4年、1180年8月、源頼朝は、石橋山の合戦に敗れ,返れ回路で、安防国へ逃れた。東鏡自称4年、1180年9月5日の、城によれば、安防に逃れた、源頼朝は、和佐助及び千葉助け三条を要請る使者を送り、 須崎神社へ参拝して死者が交渉を成功させて、無事帰還した場合には神田を帰信するとのご願書を報じている。この死者は無事に役目を果たし、同年9月12日の上では、須崎神社に神田が帰信された。また、樹英元年1182年8月11日の上では、頼朝の妻、政子の安産祈願のため、安保国の豪族である、 安西三郎経営機が方兵士として、須崎神社へ派遣されたことが記されている。以降も関東武家の数計を受けた。また、あずまか自称五年、溶和元年、1181年2月10日の上では、安房国須崎診療で、在庁官人らがわいをなすことを停止させる、下辞書が、都ぐ新官宛に下されている。これが、 須崎神社と鈴宮神社の関わりを記した文書の所見とされる。文化九年、1812年、暴走沿岸を視察した筆頭老中、松平定信が、安房国一宮須崎大明神の変額を奉納した。江戸時代に一宮とされた根拠はこの変額であるが、安房一宮須崎大明神となっており、断定できない。これをもって、 一宮としたのは、昭和13年、1938年に来訪した、栃木県の郷土史研究家であり、どの書物にも、正式に、一宮と記載された歴史はない。立山市市では、須崎神社を一宮としたのは、西岬に、一宮道があったことによる誤りではないかと、述べている。江戸時代までは、別当養老寺が、須崎神社を支配し、これが、明治元年。 1868年に神仏分離令が出されるまで続いた。明治五年、1872年神儀を管轄する教部省は、すぐ神社を式内者と定めたが、翌六年、1873年に、この決定を覆して、須崎神社を式内者とした。ただし、決定の論拠は、あまり明白でないとされる。また、明治六年、 1873年には近代社格制度で県社に列格した。須崎神社は海上交通の関所というべき地にあり、昭和15年から16年、1940年から1941年、頃まで沖を通る船に放災を収めさせる風習があった。昭和47年、1972年には、三たらし山が須崎神社自然林として、 千葉県指定天然記念物に指定された。現在は、県務者となり、神職は常駐していない。天妃李理の、刀、命神の深海の推移。本殿は三権社流れ作りで、銅板武器。社殿では、遠方年間、1673年から1681年の造営とするが、江戸時代中期以降に大規模な修理をしたことが見られる。 立山市の文化財に指定されている。随神門は、宝永年間の造営。随神門裏手から社殿へ上がる階段150段が続く。また、浜鳥以外には、人石と称される丸みを帯びた石がある。龍宮から須崎大明神に奉納された二つの石とされ、もう一つは、対岸の三浦半島にある安房口神社に祀られている。 安房口神社の石は口を開いていることから、阿行を、須崎神社の者は、裂け目の様子から、運慶とされ、二国で、東京湾の入り口を守っていると伝えられる。須崎神社岸前の海は、東京湾に出入りする、大型船舶や漁船が行き交う、海上交通の要衝であることから、須崎神社では戦前まで、航海安全を祈願して船頭が奉納した絵馬が、多く見られたといわれる。 所在地交通アクセス周辺楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。